ジルマンです。いや、今回もですね、無事届きました。モビルスーツアンサンブル EX29 ガンダムバーチェスセット。いやー、これでね、00初期のガンダムがようやっと全て揃うことになります。このように裏面を見ると、まずはね、こちらの装甲がパージ可能っていうね、いいですよね。パージってロマンですよ。そしてこちら、デュナメスの高高度狙撃銃が付属と。いやー、これは豪華ですよ。すごいね、たくさんこうギュウギュウになってるってわけじゃないんだけど、ついてるギミックとかね、付属物で遊びが広がるって意味ではすごく豪華ですね。それでは早速開封して中身を見ていきましょう。はい、それでは早速開封していきます。お、まずはいつも通り説明書があって、で中に、うん、いい道具合ですよ。これ、おー、結構あった想定したよりも随分ありますね。バーチェ1体とね、その他のパーツにしたって、いや、結構な量ですよ。この辺はね、バーチの胴体とか顔とかメインとなるパーツで、でね、ナドレも入ってるんですよね。おー、このナドレもね、通常弾よりも豪華だったりするのかもしれないですね。その辺も見ていきましょう。あとは、おー、これですね、高高度狙撃銃のやつ。これいいなー、かっこいいですよ。この辺はってことは、高高度狙撃、めっちゃ言いにくいですよね、高高度狙撃銃その辺が多いのかもしれないですね。ほんとね、意外とやっぱ組んだりするんで、かっちりとしっかりとね、終わるまではどれがどこだったかなんて意外と分かんないもんですよ。よいしょ。この辺は台座とか、あとはなんだろうな、これもバーチェ関係かな。うん、あ、そしてこれは関節パーツやら、うんうん、細かいナドレのパーツですね。そして説明書、こちらもね、多分ペラ紙1枚だと思います。裏面はないかな、このサイズだったら。うん、そうですね。それではこのガンダムバーチセット組んできました。いやー、バーチだけだったらね、そこまでのパーツ数じゃないんですけども、こうやってね、他のものと組み合わせるアイテムがいくつかあるので、結果的にね、かなりのボリュームを感じます。そんなガンダムバーチェセット、早速見てきましょう。まあ、やはりまずはね、ガンダムバーチェですよ。いやー、まあ、僕もね、そんなにね、00にめちゃくちゃ詳しいわけじゃないんですけども、バーチェは好きですよ。やっぱね、僕ごついの好きなんですよね。これめちゃくちゃ脚部とかかっこよくないですか、このごつさ。あとね、この肩はね、まあ、ある程度大きいものって他のアンサンブルでもあるんですけど、このね、腕部がこんだけ大きいってなかなかないんでね、このボリュームたまんないですね。そして GN バズーカ、いやー、あのね、実体弾のね、ガンダム世界におけるバズーカも好きなんですけど、もともとね、僕、あの、宇宙世紀でいうとこのビームバズーカ、こちらが好きでね、そのこう近いものである GN バズーカもすっごい好きな武器の一つですね。そして背面、こちらもね、この前だけの張りぼてじゃなくて、しっかりと後ろ側まで脚部が太くて大きいです。いや、かっこいい。そしてね、これらの余剰を見てわかるように、このバーチの一部にはナドレが使われています。さすがにね、頭部とかその他ボディとかまるっと中に入れるってわけにはいかなかったんですよね。バーチにする上で余剰となってるのが、この頭部と胴体、 GN コンデンサー、 GN ビームライフル、 GN シールド、そしてこれね、小さいんですけど腰パーツの一部、これらがね、余剰となっています。そしてバーチはね、こうやってアーマーや頭部、胴体なんかをパージして、このナドレの今余剰となっているパーツと差し替えることで、ナドレを再現することもできます。
はい、こちらがバーチのパーツを外した状態です。そしてこちらがナドレと共通な部分、これにナドレの余剰を足すとこうなります。こちらね、一見通常弾のナドレと全く同じなんですけども、ここのね、脚部の色、ここだけね、少し濃くなってますね。左が今回のバーチセットのナドレ、右が通常弾のナドレです。やはり明確な違いはこの脚部の塗装の濃さですよね。でそれ以外にもね、これちょっとその画面越しで皆さんに伝わるかわからないんですけども、今回のこのプレ版の方がね、全体的にこうモールドがくっきりしてるんですよね。どうでしょうか、これも左がプレ版、右が通常弾です。やっぱね、このプレ版の方がモールドの陰影がはっきりして見えますよね。でこれはね、もう本当に多分画面越しだと伝わらないんですけども、微妙に色が違うんですよね、通常弾と。成型色の違いと言いますか、プレ版の方が若干こう、本当に若干暗めの白で、通常弾はね、本当にあんまりこうエッジが目立たないレベルの明るい白なんですよね。その基本的な成型色の違いでね、モールドの陰影がはっきりして見えるっていうことなんじゃないかと思います。もちろんね、モールド自体がより深くしっかりと彫られているっていう可能性もあります。あと細かいところだと、 GN ビームライフルもプレ版の方が成型色が濃くて通常弾は薄いです。それと GN シールドも、こちらプレ版の方は艶消しがしっかりしてますが、通常弾はね、ちょっと艶が目立ちますね。あと通常弾との違いはこちらの GN キャノンですね。こちらが今回の GN キャノン、そしてこちらが通常弾武器セットの GN キャノン。いや、プレ版の方が小さいんかいってこれびっくりしましたね。まあね、予算の都合だなんだ、いろいろあるんでね、こう小型化せざるを得なかったんでしょうけど、やっぱりね、大きい方が迫力あってかっこいいですよね。もちろんこの通常弾の GN キャノンつけれます。なので、武器セットね、余ってるよって方はこちらを取り付けることを僕はおすすめします。あとはね、気になるギミックといえばこちらの GN バズーカですね。こちらはなんとちゃんとね、差し替えですけど展開状態にできます。こちらが GN バズーカ展開状態、これが本当にかっこいいのよ。最高ですね。はい、このように付属の台座を使えば GN バズーカを展開した状態でディスプレイすることも可能です。ちなみにこの GN キャノンは通常弾のものに変えてあります。やはりね、これくらい大きい方がバーチのボリュームにふさわしいですよね。そして GN バズーカの支柱はこのように短いものがあって、こちらを使うとね、こんな風に地面に立った状態で撃ってるポーズが楽しめます。こちらもすごくかっこいいです。あと余談なんですけど、2つ買えばね、このように劇中だったダブル GN バズーカも再現可能です。はい、お次はデュラメス用の超高高度狙撃銃です。僕これね、途中まで高高度狙撃銃って言ってたんですけど、正確には超高高度狙撃銃です。まあ、多分ね、最初に間違えた時点でテロップが入ってると思いますまあ入れるの僕なんですけどねでですよ、こちらこの長さ、これすごいですね。このようにカメラと平行にすると長さが分かりますね。これね、僕の人差し指よりも長いんですよ。僕そんなにね、指長くないんですけど、それにしたってね、成人男性の指より長いってのはなかなかのボリュームですよね。あとこちらのコード、これはね、軟質パーツなんで、ある程度ね、自由には動くんですが、一応ね、形が形状記憶されてるんで、極端にね、好き放題動かせるってわけじゃなさそうですね。あとはこのね、狙撃ポーズを支えるのも台座ではなくて、作中通りミサイルコンテナってのがゲーコマですよね。こちらね、まあ相手なんか中にミサイルが入っているとかそこまではないんですけども、いや、ここまでやってくれるなら十分ですよ。このミサイルコンテナはね、このような接続パーツで
腰とつながるんですけど、この腰のねつなげるパーツ、接続パーツが通常弾のものではつながんないらしくて、今回ねそれ用のパーツが入ってました。いやー、これほんとちゃんとねこのミサイルコンテナを支えにするっていうこだわりが見えますよね。さらにさらに、こちらのミサイルコンテナ、ガンダムキュリオスにも接続が可能です。はい、こちらガンダムキュリオスにミサイルコンテナを装備させた状態です。まあ、先ほど言ったようにね、ここが開いて中にミサイルが入ってるみたいな、そういう造形ではないんですけども、いやこのようにねしっかりと取り付けが可能でボリューミーになるとやはり嬉しいものですね。まあ、あとねちょっと欲深いこと言っちゃうと、これね1セットに1つしかないので、この狙撃ポーズかキュリオスへの装着かどちらかしか選べないっていうのは残念だったかななんて思っちゃいます。最後はガンダム00ファーストシーズンのメインの4機勢揃いです。まあね、一応ナドレとねバーチェで5体分になってますけど、一応ね本来はこれが1体という計算ですね。いやー、やっぱメインどころが揃うと気持ちいいですよね。この調子でねガンダムウィングの5体も全て揃うまで出してほしいものですね。ということで今回はプレミアムバンダイ限定モビルスーツアンサンブル EX29 ガンダムバーチセットのレビューでした。今回もこの後セット内容に関するものはしっかりとお見せするので最後までご覧ください。それとモビルスーツアンサンブル好きだよ、ガンダム00も好きだよって方もそうでない方も、よければ高評価とチャンネル登録をしていただけるとすごく励みになります。 Twitter のフォローも動画概要欄からぜひ。それでは今回もご視聴ありがとうございました。またねー。